いやー今日はですね、うわ風が風が強い風が強いんですけど、ちょっとね、今日は実は台風がね、台風が来てた翌日になるんですよね。それでですね、ちょっと思ったより結構風が強いんですけれども、あ、ちょっともう見えてきたんじゃないかな、なんかいかにもそのここのね、この町のシンボル的な建物がですね、今そこに見えてきました。皆さん期待してくださいよここはどこか。はい、今日はですね、修善寺に来ました。実はですね、このカメラとブラトモミは今回で、2シーズン目に入りまして、このカメラとブラトモミの第1回、ちょうどこの1年前ですね、第1回の収録が箱根だったんですよね。あ、温泉だ、箱根温泉、はいはい、それで、あ、箱根か箱根だったなと思ってたら、あ、なんとなくこう温泉、そしてこの川ね、こうちょっとね、初心に戻ろうかと思って、またここから一から出発だっていうことでですね、なるほど、ちょっと今回はそんな感じでですね、はい、はい、こちらに来てみました。さあまずはちょっとどこの湯、おお、よいしょ、確かどっこの湯ってこの弘法大師さんが、そうそうそう、なんかね、掘ったのかな、なんかこうね、作ったらしいんですよね、うん、はい。で、なんでしょう、ここはだからもともとは露天風呂だったのかな、なんか今はこれは足湯になってるらしいんですよね。でも今入れないって書いてた。あ、そうなんですね、足湯としても、うん、これ一応じゃあ温泉だからあったかいってこと、これ。あ、じゃないですか。あ、本当だ。いい加減よろしいです。入れないけど。どうがいいんだろう。ちょっと川。ここくれば、まあ、あそこはちょっとだけ見えるぐらいかな。あ、そうですね、うん、よっ、はいはい、うん、はい、じゃあ、トッコの湯取りましたので、ではこれからですね、修善寺の町を、歩いて、写真撮って歩いてみたいと思います。では早速行ってみましょう。はい、出発出発。この竹林の小道へ行ってみましょう。あら、有名なところだ。やっぱりそうですね、修善寺といえばこの竹林。これ今もみじがね、青々と綺麗ですけどね、ってことはこれはやっぱりね、秋には紅葉してっていう、すごい景色になるんだな、ね、きっとこれすごく、これすごい絵になりますよね、秋にはね。あ、見えてきた、赤い橋が。これ橋が全部でこの辺に7つぐらい。あ、そんなにあるんですか。いい感じですか。この何でしょう、この江戸時代かというような、この敷かれてしまったか。うん、あー、橋見えてきましたけどね、なんかやっぱこの辺りぐらいからあんまり近寄ってもねと思うんだけど、どうかな。だいたいこういうのの難しいところって、あれなんですよね、ちょうどいい位置行くに、でもこう例えばこう木があったりとかして、ここからのこのアングルで橋取りたいんだけどなっていうところに何かこうあったりするんですよね。まあでも、
さあどうしよう。夏は明るいとこと暗いとこと激しいから。そうなんですよ ねこれどっちに行き合わせようかな。ちょっとここまで風が強いと枝から位置がだいぶ大きくずれるから厳しい。多分ね、今あの奥の方はあそこ火が当たってるじゃないですか、はい、あれは入れない方がいいんですよね。あれは、あれだともう白く飛んじゃって、ね、全然露出が違うんですよね。で、その手前のところの、まあ、はい、影になってるじゃないですか、はい、で影になってる中にもちょっとこうあの陰影がありますけど、はいはい、あれでもギリギリだと思うんですよね。あ、うん、で手前の葉っぱの色がちゃんと出るようにしないといけないでしょ。そうですね、はい、そうそう、なるほど、難しい。そうですね、うん、手前 の、 あの確かにあの葉っぱもだから あそこ当たってるところは多分飛ぶんですよね。なんかそういうのがあってこっちにこう落ちてるところぐらいはいいんだけど、だからちょっと曇りぐらいがいいけど、でもあんまり曇りだと今度はね面白くないし、といって晴れると飛ぶしみたいな難しいですよね、うん、そうですね、確かにさっきね言ってたけど、まだ向こうにもまた橋がありますね。ああ、またある。そうですね、うん、ちなみに今のこの橋は桂橋って書いてあって、はい、小宝、これはなんか祈願できるとか、あ、あの神社じゃなくって橋にそういうのがあるんですか。 そこに書いてあるんです。つまり渡るととかってこと。おいできゃ、あ、本当だ、5つの橋それぞれに恋にまつわるご利益がある。なるほどね。ちょっと気が早くないですか。 恋というよりはちょっと気が早いですよ。いや、順番があったんでしょう、ちゃんと今その順番無視してきたんじゃないの。あ、全然表情が違うな、パッと抜けるとですね、うん、あ、なんかこの旅館雰囲気あると思ったら登録文化財ですって。え、あ、本当だ。あのね、こう川をこうね眺めながら、はいはいはい、あそこでちょっとこうね、それこそ京都の川床みたいな、あ、そうですね、イメージよね。あ、これはここから見る川いいな。そう、そうですね、はい、行きましょう。あ、なんか、あ、でもこれ今ちょっとやっぱりこれも露出がだいぶ激しい、ちょっと厳しいから。もう振り向けばそこがロケ場所みたいな。いや、でもいい感じですよね。じゃあ、はい、竹林来ました。竹林ですね、竹林の小道。うん、この木漏れ日の模様も面白いし、これでもダイナミックな変化は今だけですね。こんな風普通は強くないから。そうですね。これは切った後に水たまりがある。そうですね、水が溜まってるんです。これも今ちょっとね、ちょうどこのほら、この影が落ちてるのが、この影のね、この影の一瞬のこの位置で全然絵が変わるんですよ。すごーい。はい、
こんな感じですね。はい、すごい大きく違うでしょ。なんかね、ちょっとこうほら自分の目で見てるときにはそんなにね思わないけど、写真に撮ると相当違うんですよね、感じが。ほらまた書いたでしょ、結婚祈願です。本当だ、順番やっぱ逆だ。今度は楓橋ですね、寄り添い橋。さっきは子宝だったから。あ、逆ですね。結婚です、結婚ですよ。なんかここからも良くないですか、ちょっと。あ、さっきと全く逆で、はい、荒い予感と橋みたいな。そう、ちょっとでも赤い橋もうちょっと見えてほしいな。こっち行けば見える。あまり見えないですね、うん、いや明暗の差が激しいわ。厳しい。ちょっと今日は本当そうですよね。もう本当今日みたいな日は風景のアイテムだけ見ててもいい写真にならなくて、こう光を同時に見ないとなかなかやっぱり難しいかなと思いますね。露出差が激しすぎて。でそのだからつまり、影とかもそのアイテムの一つに加えて考えるというか、そのこういうふうに。影もなんかこういう何ものと同じように同列に考えながら写真撮るっていうか、うん、おギャラリーありますね、うん、ここで写真のなんかね写真展ができるんですかね、うん、風鈴がいい感じで。風鈴が。うん。風鈴は結構ほら今こうクワーって回ってるじゃないですか。はい。これがやっぱり。これだけでもちょっと結構写真が変わるんですよね、この表情だけでも。うん、こうなってる時とかがちゃんとこう下に置いてるとか、はいはいはい、ね、この文字が書かれてるけどこれが見えるかとか。そう、今みたいにでもちょっと風が吹いてくれてる方が、そうですね、若干ほらあとこうブラシで撮ったりとかして、あ、そうかっていうとかね、面白いと思います。うん、ここで写真展できるみたいですね、うん、ちょっとすごいですよ。うわ